谷組駅は、岐阜県伊比郡谷組村にあった、名古屋鉄道谷組線の駅である。谷組村への鉄道を望む声は、岐阜市方面から北方方面への鉄道を開通させた、キキタ弁鉄道が1921年に、美濃電気軌道に合併された頃より上がっていた。実際に、北方から先に路線が伸び、谷組まで達したのは1926年のことで、 路線の終着駅として、当駅はこの時に開業した。北方から黒野までは先日のみの電気軌道によって開通したが、黒野から当駅までの路線は別会社の谷組鉄道によるものであった。この谷組鉄道は1944年に名古屋鉄道に吸収され、同社の谷組線となっている。村には、西国33所の第33番札所である。 谷組山家言寺があり、寺で祭礼が取り行われる際には、参系客や、見物客で、駅は大きな賑わいを見せていた。駅舎は開業以来のものが長年にわたって使用されてきたが、北が谷組線が開業から70年を迎える1996年に、村の援助を受けて新設され、昆虫館を併設した近代的な予想に、改められた。しかし、 この5年後の2001年に谷組線は全線が廃止され、これとともに当駅は廃駅となった。廃止後も駅舎は昆虫館と共に残され、校内にはもう750系755号車、も510系514号車が生体保存されている。生体保存ではあるが、755号車に関しては、秋に行われる赤い電車祭りにおいては、校内において、 貨車移動機による原因運転が行われている。514号車は2016年に保存に取り組むボランティア団体、庭箱鉄道によって修繕を呼びかけるクラウドファンディングが行われ、赤単色への復元が計画されたが、目標額に達せず実現されていない。島式ホーム一面二線を持つ地上駅であったが、末期には駅舎側から見て、 右側の線路一本のみが使用され、残る一本は本線への接続が切られ、河川も外されていた。1996年に村が約2億円をかけ、谷組村昆虫館を併設して建てた駅舎は、今も残され、もう750系755号車、も510系514号車が、生体保存されている。また、駅舎内部の旧待合室は、 谷組線資料の展示場所になっている。末期は、無人駅であったが、正月や谷組山放年祈願祭が開かれる毎年2月18日には、人出が多くなるため、駅員が配置されていた。谷組村の中心部にあり、駅の少し先からは、華厳寺の参道が伸びる。広い駅前広場があり、パークライド用の駐車場も置かれていた。AB 名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、139ページ。ISBN4 から794207964。AB、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美濃町、伊比。 谷組線の85年強度出版社、1997年、22ページ。ISBN4 から876700974。87 ABCD 川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、146から147ページ。ISBN4 から794207964。AB、 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、178から179ページ、ISBN4 から876700974。2017年1月22日付、中日新聞岐阜県版長官2016年10月24日付、中日新聞岐阜県版。 長官12面2017年1月22日付、中日新聞岐阜県番長官、地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、ABC、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ、 ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年。882ページ。AB。窓。日本経済新聞。P35。今尾圭介。日本鉄道旅行地図帳7東海。新庁舎。2008年。53ページ。 ISBN 978から4から10から79万25から8。もはいうに、レールファン第49巻第9号、鉄道ともの会、2002年9月号、20ページ。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図。 ありがとうございます。